フマ IA-58 プから RAF 博物館コスフォード館の展示機フマ IA-58 プからはアルゼンチンのアルゼンチン軍用機製造工廠が開発したコイン機であるタイゲリラ戦やフォークランド紛争で実戦を経験している愛称のプからは南アメリカ先住民が築いたアンデスの石の要塞の名にちなんでおりアイマラ語で強きものを意味する 現在は命名規則の変更でハイフンが入った IA-58 と表記される。アルゼンチンが国内の共産ゲリラ対策として開発、配備したターボプロップ創発のコイン機である。工述するように旧来のタイゲリラ戦では有効な存在であったが、1990年代頃から蛍光地対空ミサイルが ゲリラにも広まると生存性が低下し、コイン機という機種そのものが衰退していくことになる。フォークランド紛争にも投入されたが、低強度のゲリラ戦を想定した機体であるため、イギリス軍のような高度な装備を持つ、正規軍には戦果を上げられなかった。最終的に148機が生産された。i a 十八は、旧来のゲリラや民兵対策としては十分な。 性能を持ち、欧米製の本格的な攻撃機より低価格なため、南米を中心に輸出が行われたが、すでに携帯地対空ミサイルが広まっていたため輸出は22機にとどまっている。フォークランド紛争で破壊され放棄された、機体フォークランド紛争で露覚された、機体1960年代から1970年代に、アルゼンチン軍用機製造工商が開発。 設計を行い、1969年8月20日に、試作機 X-02 が初飛行し、アルゼンチン空軍は60機を発注した。量産機は IA58A と命名され、量産初号機は1974年11月8日に、初飛行した。1976年には、アルゼンチン空軍第3航空旅団霊下の 第3攻撃航空軍へ配備され、同年末にはアルゼンチン北西部サンミゲルでトゥクマンの反政府ゲリラ人民革命軍の鎮圧に投入され、最初の実戦を経験した。この作戦でコイン機として申し分ない性能を発揮したことから、アルゼンチン空軍はさらに48機を追加発注している。ただ、この追加発注機は22機が後に輸出分へ、 回されている。1982年のフォークランド紛争の際には、エストール性能を活かして、第3攻撃航空軍所属の25機が、フォークランド諸島のポートスタンリー、グースグリーン、ペブル島の前線飛行場に展開し、アルゼンチン軍地上部隊の近接航空支援や、イギリス艦隊への対艦攻撃を任務としたが、スティンガーミサイルで自衛する。 英知上部隊に対しては有効な戦果を上げられなかった。また前線飛行場がイギリス軍のハリアー、C ハリアー戦闘機やアブロバルカン戦略、爆撃機による空爆、イギリス海軍による艦砲射撃、さらには SAS や SBS による奇襲攻撃と破壊工作によって22機が撃墜、または破壊され、飛行可能だった3機は、 イギリス軍が露覚して評価試験を行った後に博物館送りとなった IA58A のフォークランド紛争における唯一の戦果はイギリス陸軍のウェストランドスカウト一機撃墜である IA-58A はウルグアイ、コロンビア、スリランカで採用されたがスリランカにおいては少数派タミル人のテロリスト組織 LTTE の保有する QK32 などの 携帯地対空ミサイルに対応できないことが判明していたため少数の採用に止まった。イラクやモーリタニアからも発注があったが資金不足や輸入規制などから実現しなかった。ウルグアイ空軍の第2航空旅団第1飛行隊では国内事情により低空での監視任務が多い。老朽化と予算不足により共食い整備や他国が廃止した機体の 部品を購入するなどしていたが、チュルボメカは、アスタゾーズビーが使われているのが IA、IA-58 のみで採算が取れず、部品製造を中止したため、2016年時点で、常時運用できるのは一機となった。このため、第一飛行隊も規模が縮小されている。後継機として、ピラタス PC-9 をベースとした機体などが、検討されているが、 いずれも IA-58 に比べ能力が劣るという。2017年には退役し、任務は A-37B に引き継がれている。2017年現在、IA-58A が稼働しているのは、アルゼンチン空軍のみである。第3航空旅団第3攻撃航空軍第1、及び第2攻撃飛行隊で使用されているが、 老朽化により廃止が予定されている。後継機として練習機と兼用する AT-63 パンパへの移行が進んでいる。アルゼンチン軍用機製造工商の事業を引き継いだフェーデではエンジンを PWCPT-6A-62 に換装した IA-58H を提案した。2016年には AT-63 と 同クラスのアビオニクスを備えた IA-58H プから2として開発を継続しているアルゼンチン空軍の IA-58 搭載兵装を並べて展示している2名が登場した状態 IA-58 はその開発目的から設計段階より機体各所に対弾性を備える工夫が施されている機体下部に 装甲板を設置し、キャノピーは防弾ガラス製とされた。また、前線での運用も考慮され、不正地滑走路からも離着陸可能な強固な降着装置を持ち、必要最低限の整備でも運用可能なように設計されている。高度な後方機器や通信機材を装備していないため、全天候能力はない。固定武装としては、 機種に 20mm 機関砲を2門と 7.62mm 機重4丁を装備し、コイン機として十分な火力を備えている。フマでは1979年に機種の機関砲を 30mm に変更した IA-58B を開発、1979年5月15日に初飛行したが、テストのみで終了した。1985年には、 フォークランド紛争の教訓を生かして、コックピット周辺の走行強化、自己防御用空対空ミサイルの傾向能力を付与した IA-58C を開発したが、資金不足から既存機を IA-58C へ回収する計画はキャンセルされた。操縦席はタンデム式の複座であるが、前席の1名で全ての操作が可能である。 これは仕様が固まる前に開発がスタートしたためで、操縦訓練以外では一名での運用が多く、後部座席を外して運用する部隊もあるという。機種が短く前席が前方に寄っているため、前下方の視界は良好である。また、操縦席は前席と後席との間が広い。アルゼンチン空軍では IA-58 に搭載できる無人標的機。 MQ-2 ビグアを開発し、訓練支援機としても使用していた。ありがとうございます。